こんにちは。今回はコモドドラゴンの生態についてお伝えします。コモドドラゴンは世界最大のトカゲであり、インドネシアのコモド島に生息しています。彼らは強力な捕食者であり、主に鳥や小型哺乳類を食べますが、時には鹿や豚のような大型の獲物も襲います。彼らの体長は3メートルにもなり、重さは100キログラムを超えることもあります。また、彼らは優れた嗅覚を持ち、歩く際には舌を使って物体の匂いを感知します。さらに、コモドドラゴンは驚くほど速く走ることができ、20キロメートル以上の距離を一度に移動することもあります。ただし、彼らは絶滅の危機に瀕しています。生息地の破壊や密猟の影響により、コモドドラゴンの数は急速に減少しています。現在、インドネシア政府は保護プログラムを展開し、彼らを守る努力をしています。私たちも自然環境を尊重し、コモドドラゴンの生態系を保護するために行動することが重要です。彼らの美しい存在を守り、未来の世代に受け継ぐことを考えましょう。